じゃあ右まっすぐ行って、あ、左曲がると多分外出ちゃうんじゃねえかな。まっすぐ行ってそれで右の方に行けばいいんじゃなかろうか。そうそうそう、あのさっき右に行ったところ、どこ行く？あ、そうだね、やっぱクラッチ離すの早いな、やっぱな。違うんだか。それはダメだわ。あ、一回、慌てんな。なるほど。お、止まらな。オートマ世代のやることだよな。でも止まるじゃねえかな。おお、なかなか鋭角の。この前今月とかでこけたもんね。前から車来ててな。はい。海がいい、山がいい。あ、山か。海いるか。山でも。あ、長岡のちょっと眺めのいいところで写真でも撮りますかね。あ、でも坂だよ。坂頑張ってね。ああ、もう出ちゃうね、こういうのね。あ、じゃあさ、そこ右行って、もういいや、こういうランチ。はい、もう行って、練習したってことで、ちょっともうここ行った。何速だ。おい、俺さ、あれ、あ、俺言うこと言ったか、そこ右ね、って言われた。羽根木2個行ってもいいと思う。俺カラオケなんか何年歌ってんのやろ。一番最後に覚えがねえよ。だってこれどうしようかな。めっちゃ細い道ですかな。神さん、初めの頃小出も坂道発信言ってたっけな。坂道発信と天井がある。めっちゃ急なとこ行くっけね。どこ？ちょっと待って。あ、ここ右だ。うん、ここ右だ。あとにいきなりで YouTuber 見れるの。左、
陰にでも行きゃいい。砂があるかもしんねって気をつけて。これ一回こけそうになったっけ。本当に日陰に入ったの。なんだこの黒い気持ち悪いウンコみたいなのが。多分ね、この降りていったところの、ここへ。に、石かなんかいいんじゃねえかな。これ絶対いないと変だよね。ラーメン食うのかもう今から。いや、うちの近くの中之島だったらあれ何だ、悟空かっていう子がやってきた。じゃラーメン屋。まだ食ったばっか。食ったばっか。私まだ食べたばかりだ。もうお腹いっぱいで。どこだ、ここどこだ、あ、ここでいいよ、ここで右行って、ここだっけかね、ここだね、 N1 ガイド、なんかできてる、ここだから空襲の時みんなこの川に飛び込んで、で、正面があの、なんだっけ、高岡の神社ってなんだっけ、出てこない。これダメだわ、もう。あれ、あれ、なんだ、何神社だ。だなぁ。あれ、本当に出てこない。まっすぐ。これ、なんだっけな、この神社。ここに、なんだったっけ。諏訪様じゃない。もうなんか教会見てるね、屋根。そっちか。グランドホテルあるかな。なんかけど古いだぞ。待って、本当。
当に名前が出てこない。一度死んだ上の上のばあさんが長岡空襲の時長岡にいて、そこの防空壕で助かったんだよ。すごいよ、あの人強運の持ち主じゃない。ここが大手通り。子供の頃ここに勝るもんはねえと思ったけどな、そんなことはない。これよくこんなになっても変わんねえよね。すごいよ。風鈴かな、今あるの。ひょっとしてお祭り？すげえね、お祭りじゃなきゃあんなの出ねえよね。あ、ダメか、臨時休校で。そこ左なんだけど、入れる？うん。石があるんだよな。あそこの木陰でないか。あそこでいいじゃん。すげえ石だな。石として成り立ってんだけど。お、大丈夫よな。すげえ石だな。倒れねえよね。石あるよね。だからさ、俺もわからねえからさ、いいんじゃねえか。うん、人いっぱいだね。まあとりあえず見るだけ見て。落ちんなよ。あ、顎折ったらね、折っちゃダメだから。引っ張ってみたらどうね。ああ、ダメだ。いや、ダメ。落ちるなよ。ちゃんだな。そんなとこしか見ない。どうぞ。あの上の方に向かって行くと
頂上まで行けて、なんか大抵と言うんだけどね、山とこんなだったらどう？かねえね。ゆっくりでいいぞ。さっきの人な。無理行こねほうがいいわ。あんま急に切らないほうがいい。うん、待って。これ今無関係。すげえ押したなお前。わや、おっかねおっかねおっかね。怖い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 。復活に置くと溶けるかもしれないという。俺じゃあゆっくり乗っていこうか。おう、なかなかおっかねかったるよ。いや、滑ります。うん、
だけどまた雨なんだもんね。山頂カフェ。そうだね。あ、なんか植わってんだけど、これなんだろう。なんだろうこれ。なんだ。枝豆？枝豆じゃねえよ。ここを曲がったあたりになんかこう止める場所があって、うん、ここ結構ずっと止まってて、電車通ってて。無線だね。さっき上で無線してるって言ったもんね、アンテナだって。すごいね。本格的だね、あれね。あんなの見たことねえもん、音源投げる。見られてるね。こんななんでバラバラなんだろうね。それが不思議だよね。聞いてやるよ。嫌なんだか。うそで。まず山越し言う。いや、うん。山越し、まあ、とりあえずまっすぐでいいんじゃないか。ラブホガイだ、うん、怒らないようにしてください。ラブホの前で、じゃあ、 出たところを国道素直に行った方が本当はいいんだな。右で、うん、どうだった。